読売新聞橋本五郎表現の不自由点を批判昭和天皇のお写真を焼く映像展示で本日放送されたウェイクアッププラスの中で読売新聞の橋本五郎さんが次のような発言をいたしました表現の不自由点について昭和天皇のお写真を焼く映像展示がある 公的な機関がお金を出すところでやることが許されるのか、どこまでが表現の自由か、これが芸術なのかと批判をされていたんですが、現在、マスコミはこの愛知トリエンナーレ2019の表現の不自由展の中で昭和天皇のお写真を焼く展示があったことや、また日本の特攻隊や日本の国旗、 アメリカの国旗を侮辱する展示があったことを隠蔽してしててままっておりますこういった隠蔽を行ってしまっている時点で、マスコミはまずいことをやっていると認識しているはずなんですが、残念ながらこのウェイクアッププラスの中でも、この昭和天皇のお写真を焼く展示については映像が流されませんでした。 この表現の不自由点、マスコミが展示内容すべて明らかにすれば、大半の国民が問題があると、なぜこのような展示に税金が使われているんだと批判が殺到すると見られており、マスコミはそのような事態を恐れているんじゃないでしょうか。マスコミの皆様には、記者の皆様には、 最低限事実をそのまま伝えていただき、国民に判断を任していただき、これ以上日本国内で税金がおかしな形で使われないように、愛知トリエンナーレ2019の表現の不自由点の真実を、事実をしっかりそのまま国民の皆様に 伝えていただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました